café. Café. お疲れ様です。お疲れ様でした。今日は初日の練習が終わりましたね、はい、今日練習、明日練習、明後日試合、うん、で、その試合の結果次第では日曜日スーパースペシャリスト選手権があるかもって感じですね、うん、そんな中で初日の練習どうでしたか？初日の練習は、まあ、いつも通り足合わせ、はい、目慣らし、はい、で結構最近の練習動画、はい、ユルチェンコばっかで、はい、あれもう一本の腰痛とかヤンハクやってんのかなって思ってる方いらっしゃると思うんですが、はい、まあ、ユルチェンコとは別にね、ちゃんと腰痛を練習してました。はい、乗せてないだけ。そうですね、うん、確かに、まあ、ユルチェンコメインで今まで練習動画上げてきたから、はい、ちゃんと2本は揃えてるよ。そう、今回はね、ユルチェンコ初試合ということで、はい、まあ、ユルチェンコに集中したいっていうのもあり、はい、1本目は普通に腰痛、はい、で、2本目がユルチェンコ2回ひねりみたいなね、はい、2回ひねりでやっていきたいなと思います。はい、で、はい、前方形は、はい、もう別にいつも通りというか、なんかいつもより合わせがスマートだった気が、うん、なんかいつも何回か飛んで、あ、これ違う、あ、これか、あ、これだみたいな感じですけど、うんうん、今日サクサクその辺はそうだね、いけたんじゃないかなって、うん、いい感じにいけました。ユルチェンコは、はい、ちょっといつも使ってる手つきマットとは違う手つきマットで、うーん、いつもしずさんで使ってるのは、はい、奥側がちょっと分厚くて、はい、手前が細くなっててこういう感じになってるんですね。ちょっと坂みたいな。そう、はい、だからここがつまずかないようになってるみたいな。はい、でもここに置いてあるやつはどっちも分厚かったんで、はい、ちょっとそこ心配だったんですけど、はい、いつも通りの感じでやったら全然あったなっていう感じで、うん、なんか見てる感じ不安がなかったですね、うん、で、まあ、ユルチェンコ2回ひねりは、はい、出れちゃえば勝ちなんで、空中にっすよね。空中に、はい、うまく出れればあとは空中でひねるだけなんで、はい、まあ、そこ問題ないんで、はい、ここは明日調整でひねって、はい、明後日に備えたいという感じですかね。かっこいい、空中に出たら俺のもんだみたいな。うん、本当にかっこいい。でも本当にそのユルチェンコ来年の試合のためにっていうので始めて、うん、で今回使いたいからとりあえず大急ぎでっていう感じなんで、うん、まず2ヶ月だぞ。いや、やばいっすよ。めっちゃ仕上げたよね。しかもやった期間が2ヶ月じゃなくて2ヶ月の間にも練習できない日もあったから、うん、やった日数でいうともっと少ないっすよね。少ないね。そこでよくね、はい、あのトラウマ克服からここまで来れたもんだよね。本当もうマイナススタートですからね、うん、トラウマって。本当にさ、はい、一番最初の動画らへんでも言ったんだけど、はい、マジ運命の出会いをしてる。はい、こういうのもさ、はい、結局体操を長くやってるからこそできるチャレンジというかさ、普通だったらもうなんか年季が終わってさ、はい、挑戦することもなくなってみたいな。再チャレンジはないかもしれないですね。で体操人生が終わってみたいな感じだと思うんだけど。はい、こんだけね長く体操人生やってて、はい、そういうチャレンジで気づけたこともあるんでね、はい、はい、うわ、人生最高っすわ。あれ今日の振り返りから人生の振り返りまでいった。はい、まあ、なんかこういう深い話は動画では言ってなかったので、はい、ああそっか、解説とかしかしてないんで、2ヶ月っていう仕上がりでどこまでいけるかっていう挑戦でもあるんでね、うん、今回の試合、そう、まあ、明日合わせて、あと明日、あの今日サブ回飛んでないんで、うん、明日しっかりサブ回も飛んできましょう。そうだね、過去の試合であのサブ回飛んでなくてちょっと戸惑っちゃった時とかもあったんで、うん、そこの確認もしつつ、うん、で技の確認もしてって感じですかね、うん、ユルチェンコは、はい、来年のためのユルチェンコなので、はい、しずさんでやってきた、はい、今までの練習通りにやっていきたいなと思います、はい、で経験を積んでさらにユルチェンコ成長させましょう。そうだね、はい、では練習動画どうぞ。ドゥズThank you.
これが間違ってる。よい。